はい、どうもリリーです。ということでね、前回まで3日間かけて日本最長路線の山陰本線をずっとね、日本海沿いを西に向かって進んで本州の最西端下関に到着しましたね。今日はね、関東の方まで帰るんですけれども、まずは北九州空港まで行きます。でそこから乗っていくのがスターフライヤーっていう飛行機なんですね。何はともあれこの海を渡ってね、対岸のね九州に向けて今から出発です。さあ、ということでここまでね、本州ずっと日本海側をやってきたわけですけれども、ここでね、本州から九州へ渡るわけですね。もうせっかくなんでね、こう踏みしめるように行きましょうかね。こうゆっくりゆっくりね、時間もあるんでね。今何時なんだろう、あ、やべ、時間ねえよ。やべやべ、急い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 、やべやべやべ。全力ダッシュして関門トンネル渡りきりましたね。はい、こちらが福岡県門司川の出入り口というか関門海峡ですね。3週間ぶりの門司港ですけれど もう皆さんからね、はい、は空港行けやとか言われそうな気がするので、もうそそくさと中に入りましょう。北九州空港まではね、バスが出てるんでそれで行きます。いや、まさかの超満員ね。そんなことあるって感じなんですけど、まあ、日曜の夕方っていうのもあるんでしょうね。ということで北九州空港に到着です。ここからじゃあまずはそうだな、チェックインから行きましょうかね。マニア的にはね、こういうのがないとなんか気持ち悪いんですよね。デジタルに全力で逆行していくタイプですけど、今から乗っていくのがこの ANA3886 便、コードシェア便ですね。 ANA の便名がついてますが、運航会社はスターフライヤーです。北九州空港がある福岡県の小倉っていうのはね、めちゃめちゃでっかい日産の工場があるんですよ。もう個人的にはここにね、セレナじゃなくてハコスカでも置いてくれればいいんですけど、そんな凝り固まったマニアの要望なんて、って惹かれるレベルですけど、どうしましょうね。まだ時間があるんでちょっと散策しましょうかねと思ったんですけども、あと8分ぐらいして終わっちゃうので、締め切っちゃうので、もう中に入りましょう。保安検査終わってね、こんなこんなで搭乗ゲートまでやってきましたが、北九州空港ってもう初めて来たんですけど、すごい綺麗ですね。できたのはいつなんだろう、結構新しめですよね。さて、そろそろ搭乗開始ですが、この少し前にね、なんと機材変更のメールが届いたんですよね。スターフライヤーってね、 A320 のダッシュ200型機1種類しか持ってないので。何を言ってんの、もしかして ANA 機材に変更になるのかなとか思ってましたが、そういうことじゃなかったです。ちゃんとこちらの、機材に乗っていくわけですね。ありがとうございます。ということでシートをチェックです。レシートはこんな感じ、真っ黒なんですね。さすがスターフライヤーということで、コーポレートカラーの黒を全面に意識したシートデザインになっています。国内線にしては珍しく全席シートモニター付き、これすごいいいですよね。隣には荷物掛けのフックがありまして、テーブルの方はこんな感じ、手前にね、こうして引き出すこともできます。安全のしおりもなんかちょっと変わった形してますよね。いつもだったらね、下敷きみたいな形なんですけど、シートピッチの方は LCC ではないので、かなり広々しています。足元の方も空洞になっていますし、こちらウッドレストまでついてるんですね。いや、これは痛手に尽くせりですよ。国内線で搭乗時間は1時間ちょいぐらいなのに、いや、これは本当に、ね、快適そうですね。トランスフォーマーとアイアンマンのキメラみたいなのが出てきましたけど、これがなんかスターフライヤーの公式キャラクターらしいです。もう世界観が独特すぎて乗客が置いてけぼりになってるんですが、まあいいでしょうということで、
北風運用ランウェイ36からの離陸です。下関の方に向かって滑走していく向きになっています。できなさそうですけど、標準的なマップですね。でですね、最初に機材変更がありましたと言いましたが、何がどう機材変更されたのかちょっと最初はよく分かんなかったんですが、おそらくですけれども、もともと国内専用機材だったものが国際専用機材に機材変更されたということだと思います。実際に今回ね、僕が乗った JA26MC という登録番号の機体だったんですけれども、こちらの機体は2018年の10月に新たに導入をされた国際専用の機材なんですね。一見すると国内専用の他の A320 と大して変わらないように見えるんですが、細かいところでね、差異があるんです。すごい細かい違いなんですが、全体のデザインとして、これまでねグレーの模様が入った、壁紙のデザインをしていたんですけれども、国際線機材の方はグレーのラインというよりかは細かい凹凸があるんですね。まるで和紙のようなデザインになっています。これは外国人利用者に日本の航空会社らしい和のテイストをね感じてもらえるようなデザインにしたというふうなことだったんですね。これが違いの1点目。そして2点目がカーペットのデザインです。これまではね黒一色だけだったんですけれども、グレーのね横線のデザインが細かく入るようになりました。あとはですね、シートピッチが若干ですね、拡大をされているんですね。国内専用の機材はね34インチで、一部非常口座席なんかの幅は35インチということになっていたんですが、全席35インチに少し拡大をされているんですね。その他はね、座席を示すこのサインとか、あとはラバトリー、トイレとかの空き状況を示すサインにユニバーサルデザインを採用したりですとか、いろいろあるみたいなんですけれども、すごいね劇的に変わったとかそういうことではないんですよね。
年とか21年あたりから全便が第一ターミナルへの発着になったんですね。前までは関西と山口宇部線、これは第二ターミナルへの発着、北九州福岡線は第一ターミナルへの発着ということだったんですけれども、それが全て第一にまとめられたということなんですね。一応 ANA 系列の会社なのに JAL が主に使用しているターミナルに到着するっていうね、ちょっと面白い事態が起きてるんですけれども、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。